んにちは、今日は、ここ、親指の第5穴をえぐったと、指がピタッと沿うように、親指がピッとこれに対しての前に対しての後ろの斜めにちょっとこう斜め上に親指がクッと行くようにここをえぐったと。となるとどうなるか言ったら、うた口から一番近い穴が第5穴。ね。で、化学調律で、この前も説明をさせてもらったんですけれどもね、うた口からここまでの間に初めてのこれね、指が、肉球親指の肉球がここにポッといたら、こちらからこう覗くと指の肉球がピッとこう出とるんですよ。こう覗いたら分かるように、肉球がピロッとこうこの穴の円形でプッとこう膨らんで出てるんですよ。なぜかいうことで、歌口で、ここで発生したら大きな渦が振動、縦型の振動によって、パイプの周りに、配管抵抗値があって、それが小さな渦がガーッと巻いてるね、全体に。でそれをこう引っ張りながらっていうか、それを上手に真ん中に縦の振動でヘルツっていうのができるというふうに前回は説明しましたけれども、それが化学方程式っていうかな、化学で説明できるという、周りの渦がベアリング、真ん中は車の車軸、車軸が縦揺れのヘルツで442ヘルツが縦に揺れてると、その揺れてるところをベアリングの役目をするこの配管、中の配管抵抗の渦がスムーズに支えられるというのは、この中の要は抵抗と滑らかな滑りと両方で、私はリングを入れたというのは、抱き節のリングが要は抵抗、配管抵抗の中のものすごく大きな抵抗、その配管抵抗を、まあ、こういったもんで入れてるということで、今回はそれは前回説明しました。今回はここの第5穴のえぐり、第5穴のこのえぐり、このえぐり、ここのえぐり、ズボーッとえぐって親指がここにぺったり沿うということは、この中にクリッと出たんですよ。ここを押さえるとこの中でぷっくりとこの肉球が出てるんです。それがさっき言った配管抵抗の上に、まだここの指の肉球が抵抗になって、ここで新たな渦ができてると。その渦が縦型の振動のヘルツの音の元の尺八の音の元の縦振動ヘルツがこの肉球に当たって、再びまた渦ができると。その渦が縦型の振動に影響を及ばして良くなると。で、このパイプ尺八はこれ肉厚が薄いんですね。で竹と違って、竹はここ1センチもあるような、10ミリも12ミリもあるような厚みがあるんですよ、ここの最終の太いとこ行くとね。だそれが これであれば、もうほんの3ミリ、3.5 ぐらい、 2.5 から 3.5 ぐらいの厚みだと思うんですけれどもね、薄いんですよ。で、指の肉球っていうかな、指のここのこの平の指が出るんですね、こう押さえるとこ、押さえると全部ね。で、なると。これ、ここをこう削るっていうことは、余計出るということと、安定するということ。両方兼ねて、ここをえぐったと、これをえぐったと。で、ここで一番最初に当たる
第5穴5、はい、こっちから1、2、3、4、5になるから一番最初に当たる指の身呼吸に渦が発生するということでよくなるということを発見したのでここをえぐったということでよくなってると。でさっき鳴らしたようによくなると。今日はここのえぐり、まあこんなんする人は少ないと思うんだけれども、このハイブリッド尺八、金属製、アルミ尺八はここをえぐって良くなったということです。本日は化学調律法のここ、このえぐり、ここのこうペコッとこうえぐり、他はありませんというのは、ここの指のすり上げしたり半分開けたり、ちょびっと開けたりってすり上がったりせないかんので、ここに、深いくぼみが、ここに深いくぼみがあるとそれができないということでね、前に言われたことあるんですけれども、親指の分は少しするぐらいであって、ここがペタッと入ると安定するし、ここの肉球ができて、さっき言った化学方程式の鳴る方程式で、ここで、渦が発生する、中の内管の溶石がここで抑えることで肉球が出るので、まあ、犬に笑われるけど、犬の、あの肉球でなしに人間の親指の肉球が出るという、今日は肉球の話で化学方程調律の話です。アルミパイプハイブリッド尺八、ハイブリッドっていうのは、歌口がいろんなところに差し替えができて、いろんな寸法で吹けるということでハイブリッドです。どうぞよろしく。今日は第5話の説明でした。よろしく。